ハタプラザは日本に存在した娯楽施設である。工業が経営するチェーンであり、かつては東京都板橋区のハタスポーツプラザ、埼玉県埼玉市大宮区の大宮ハタプラザ、千葉県市川市の元八幡旗ハタボールの3サイトが存在した。ハタスポーツプラザはかつて存在した日本の複合娯楽施設である。東京都板橋区南町十二番地に所在し、 スポーツ主体の施設であった。1963年12月に開館した地上3階、地下1階の建物であった。スイミングプール、セントラルスイミング、100レーンのボーリングレーンを要する池袋旗ボーリングセンター、旗テニスランド、池袋、オートテニス、ビリヤード、卓球、オート卓球、パターゴルフ、スカッシュ、ゲームセンター、ストラック級、ダーツ、 レストランなどを備えていた。1977年から2010年まで当地でジャパンオープンボーリング選手権が開催されていた。2011年4月10日、全館閉館した。閉館後も建物は一部使用されており、Google ストリートビューによれば、2017年12月時点では1階に丸越池袋店が営業していた。 2020年3月8日に、マルエツも営業を終了し、解体工事に入っている。大宮畑プラザは、かつて存在した、日本の複合娯楽施設である。埼玉県埼玉市大宮区下町三丁目七番地に、所在し、かつての大宮市中心部にあった、製紙工場跡地の広大な敷地に立地した。プラザ劇場、畑シネマ1、畑シネマ2の3つの映画館。 ボーリング場、旗ボール、旗クラシックカー博物館、卓球場、ゲームセンターなどが入る2階建ての施設と、隣接するゴルフ練習場の旗ゴルフセンターで構成されていた。1970年に開業して、以来、旧大宮市と周辺市長住民の娯楽を提供してきた。特に映画館が参加があり、地元の青少年は、映画は旗プラザというのが一種のスタイルであった。 しかし、2000年代に入ると、旧大宮市内でも再開発が進み、串引町の大宮サティア埼玉新都心の国運新都心にシネマコンプレックスが開業して打撃を受けた。大宮には他にも、大宮駅東口の南銀座通りにも映画館が4館あったが、同時期に廃業が相次いだ。2006年6月18日、建物の老朽化を理由として廃業した。 跡地には超高層マンション、グランドミッドタワーズ大宮が建設され、2011年8月に、竣工した。世界有数のクラシックカーのコレクションでおよそ100台の1910から1970年代の希少な車種が、一堂に展示されていた。世界に1台のみ現存するといわれる48年式の、ベラヘイ 135M や、ブガッティア子供向けの人力自動車等が展示されていた。 また、スロットカーのコースが併設されており、サ坂通世のシャーシや部品が販売されていた。2006年7月2日に惜しまれつつ閉館した。元ヤワタハタボールは、かつてあった、日本のボーリング場である。千葉県市川市ヤワタ2丁目16番6号に、所在するヤワタハタビルの5階に位置していた。2019年6月閉館。かつて同ビルに存在した映画館については、 ありがとうございます。